の模様をお送りしていきたいと思います。今日はアイスの解説はレボルさんでお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、さあちょっとですね、もうすでにバン&ピックが始まりそうということで、ちょっともう早速見ていきたいと思います。画面の方ちょっとまだ引っ張るということですけれども、はい、じゃあ早速見ていきましょうね。はい、いや、でも昨日はね、FM やってくれましたから、やってくれましたからね、繋いでくれましたからね。はい、はい、さあ第1試合は KLG VS BKB のゲームですね。東南アジアタイの2チームですね、はい、そして BKT が昨日負けはしましたが、ここまで、かなり好調のチームですね。一方 KLG はちょっと苦しんでいるチームですね。どちらも、4位まで上がってトーナメント進出があるといったところで、はいはい、負けられない戦いという感じがしますね。さあ、バンガウディアヌヌノーチラスグラガススレッシュというところまで来てます。お互いに負けられない、はい、まあ、かなり今日のゲーム内容次第では勝敗次第4勝すると今確定です、確定ですね、ということで、HR が4勝すでにしているので確定していますね。残りの6チームが3枠をかけて戦っている状況ですね。さあ、ファーストピックゼド KLG に見せるのはなかなか勇気のいる判断だと思いますね。はい、さあこれで2度目ですよね。ただどうなっていくのか。そうですね、一度ベジプタシュ相手に KLG がパープルサイドの時に、相手のヘカリムを見てからスレッシュゼドと返して、その後バンピックのところで負けてしまったという経緯があります。はいはい、今回 BKT は適切にこのゼドイン、バンピックのところで対処できるのかが一つ、ここで注目すべきポイントになるでしょうね。さあ、それに対しての BKT はカリスタとレクサイをロックしましたね。グラガスはバーンされていてセジュアには空いているんですが、レクサイを当てたという形ですかね。この BKT というチーム、まあ、まだピックはされてないんですが、サポートのプレイヤーが非常に優れたプレーを見せることで、はい、この大会一つ注目ポイントになっていると思いますね。自らスレッシュをバーンしてしまったので彼のスレッシュを見れないというのは一つ残念ではあるんですが、スキルショットの精度の高さ、あとはダメージ計算の正確性といったところ非常に目を見張るものがあるので、ボットレーンのマッチアップ一つ注目したいと思ってますね。さあ、まあ、かなりフック当ててゲームを動かしてましたからね、 BKT 動かしてましたからね。ブラジルのボットレーン相手に勝ってましたからね。スタモナスペルがイグナイトではなかったといったところで勝ちきれなかった感はありましたね。もしイグナイトであったのであれば、もしかしたら逆転していたかもしれないといったプレーを見せてくれましたからね。はい、さあ、そしてリーシンとコウキですか。ここ一つ 5.4 以前のところのチャンピオンを揃えてるなという印象を受けますね。はいはい、5.5 以降ではシンダーハークが強いといったところでチームファイトに重きを置いた、中盤以降の集団戦に重きを置いた構成にすることが多かったんですが、 5.4 以前ではエンチャントのウォーリアが強いといったところで早い段階での少数戦ガンクの性能を高めるといったところで、そこからスノーボールしていくというのが 5.4 以前のメタ流行でした。KLG はどうなんでしょうね、チームのスタイルとして 5.5 以降のそのメタに合っていないということを決断したのかもしれないですね。ああ、なるほど。ただそれに対して BKT もジャーバンを取る、そしてリサンドラを取る、こちらもジャーバン、リサンドラ、同じジャーバン、リサンドラです。ちょっとメタがそのプレーシーズンであったりシーズン5が始まった当初のピックを思い出させるような形になってますね。多分この時期のチャンピオンが一番自信があるということですかね。そういうことだと思いますね。まあ、各国、プレーオフになってから 5.5、5.6 なんですよね。リーグ戦であったりグループステージは 5.4 以前のシーズン5から始まった当初のその、スカーミ
序盤をかなり重視したメンターだったといったところで、自信を持ったチャンピオンをここで揃えてきたと、まあ、一つ彼らにとっても天王山でもありますからね、自信を持ったピックをしようという意図が伺えますね。さあそれに対しての KG、まあ、あとはゼドへのカウンターという意味でもリサンドラは使われますよね。使われますね。さあラストピックにチャンピオンマオカイとモルガナをロックしましたね。まあバランスもいいような構成にはなってますが、ラストピックは懸念サポートになりそうですが、まあ、まずは KLG どうですかこの構成。僕はこういった構成 SKT であったり G タイガースであったりがよく好んでいた構成ですよね。序盤のレーニングの強さ、そして中盤以降のゼロと攻撃を生かした少数戦であったり集団戦、ドラゴンファイトのところで有利を取ろうという構成ですよね。そして中盤になってから1-3-1という形でトップにマオカイ、ボットにゼロを置いてミッドに攻撃、マップ全体に圧力をかけようという意図も見受けられますね。そして懸念、さあラストピックは懸念ですね。まあ序中盤に強い構成と KG は、はい、一方の、BKT も序中盤のところ負けてないですよね。トップがリサンドラ、おこれミッドジャーバン、ミッドジャーバンですね。ゼドに当てていった形だと思います。ゼドはこういったファイタータイプのチャンピオンがあまり得意ではないので、まあ、それへの準備をしてきたということかもしれないですね。これはちょっと序盤からかなりゲームが動きそうな展開にはなってきますが、はい、どのチャンピオンがそうですね、やはりこのキーになりますか。ミッドレーンにカウンターを当てたということで、このジャーバンの役割がどういった役割を果たせるかが一つ BKT にとっては鍵になると思いますね。トップレーンのマッチアップでいうとマオカイ VS リサンドラはレーニングのところでリサンドラが非常に有利を取れる構図で、しかし集団戦になると一転するわけですよね。マオカイのウルトがリサンドのウルトにカウンターになるので、はい、序盤のレーニングのところで有利を取れるかが BKT、 トップレーンとミッドレーンで鍵になってくると思いますね。さあ本日 IWCI Day3 の模様をね、お送りしております。ちょっとスタートが若干早くなりましたがね皆様こんばんは。こんばんは。今日も長時間になるかもしれませんけどね、はい、一応予定では5試合分ということになっておりますけれども、はい、まあ、タイブレイクがどういった形になるのかがまだちょっとわからないという部分になってますので、そうですね、その勝ち星といったところでもわからないですし、うん、それぞれのチャンピオンの実力差というチャンピオンというチームの実力差というところもちょっとよくわからないんですよね。そうですね、 HR がこの KLG に負けているんです。しかしそのHR はブラジルのチームに勝ったりだとかトルコのチームを破ったりだとか、ちょっとそしてこの BKT にも HR 負けてるんですよね。はいはい。でその BKT はブラジルにはボコボコにされてしまってるわけですね、うん、昨日の試合で。相性なのかコンディションなのか精神面のところなのか、それとも実力差なのか、結果だけではちょっと各チームの比較が難しいような状況になってますね。ただチームとしてのこう得意プレイスタイルというのもですね、まあ、今日 Day3 になりますけれども、今日初めて見られる方もいるかもしれませんから。そうですね、まあ、KLG としてはやはりミッドレーンでアサシンをピックして序中盤のところで有利を作ろうというのが彼らの狙いになってくると思いますね、はい、ですから、まあ、レーニングのところは、カウンターのマッチアップを与えてしまいましたが、そこでなんとか耐えつつ中盤のところで、アサシン、少数戦ガンク、そしてスプリットプッシュを生かして有利を取っていこうというのが KLG のスタイルになると思います。一方の BKT は、ボットレーンのレーニングの能力の強さを生かしてボットレーンから有利を取っていくのが今までのスタイルだったと思います。ただし一転して今回はトップレーンとミッドレーンでカウンターを当てていることから、彼らはトップレーンとミッドレーンに、一つ有利を取らなければならないので、ちょっとボットレーンは投げ込めるかもしれない。あ、なるほど。さあそのあたり、じゃあ少し BKT は変えてきたと、そういう感じがしますね。で KLG は少しメタを変更しつつもミッドにアサシンを置いたということですね。はい。
はい、さあそれでは、ゲームの方見ていきましょう。IWC Day3 第1試合目、ラテンアメリカ代表 KLG VS 東南アジア代表 BKT のゲーム見ていきましょう。ブルーサイドが KLG、 パープルサイドが BKT となっておりますが、一つ気になるのはジャーバンがフラスクとポーションを持っていることですね。これはレジングのところで非常に、ダメージ交換がこれフラッシュを使わないと、あっと Q は避けたが、これファーストブロードいきなり起きましたよ。これは大きいですね。なんといっても攻撃が起きる。そしてリサーストは経験値の面でこれ魔法界にもアシストが入っていますから、ちょっとレーニングのところで相手にレベル2先行されてしまう、もしくは魔法界がレベル2スタートされた時により有利が広がっている状況になります。リサンドはちょっと有利が取りづらくなったと言えると思いますね。フラッシュミス非常にもったいない、もったいないですね。さあそしてトップ側サイドからスタート、まあ、BKT 側もただ分かってますね、分かってますね。そして魔王界がちょっと面白い動きをしてましたね。リサンドラに圧力をかけていきました。そして KLG としてはトップにスワップをしそうですね。ああ、本当ですね。ただ見えてますね、トリンケットによって。そしてストリーに BKT も言ってますね。ゼロが関係ない通常攻撃ではないとダメなんですよねちょっと面白いシーンを見てしまいましたね。アリスタのまあ、パンチ能力という、まさにドローンと言ったらいいのか、まあ、幽霊と言ったらいいのかというところ、はい、あれ通常攻撃じゃないと破壊ができないんです、ね、しかも2回アタックしないといけないですからね。やはり、ミッドレーナーの BKT のミッドレーナーは積極的にダメージ効果を狙っていますね。ただし気になるのは、はい、そうですね、レベル2ガンクですね。さあレベル2入っていきます。さあリーシンとマオカイ、あ、レベル2になってますね。 E 級できっちり逃げますね。フラッシュまで落とさなかった、あ、いいプレイできましたね。ヘルスが減ったとしてもポーションフラスク、ヘルス回復手段は豊富にありますから、あまり影響のあるガンクではないかもしれないですね。ただレベル2のパワースパイクのところは一つジャバ持ってましたから、ここをしっかりとKLGを抑えたといったところでゼゾとしては勝ってさあ、そして KLG 側がまあスワップして一つの狙いがミッドレーンへのガンクということですが、もう一つの狙いというのは何かある？このリサンドラを抑えることだと思いますね。 2V1 の能力でいうと、まあ、スワップされた時の能力ですね、魔王界の方が一つ優れていると思います。あ、リサンドラはレベル6になってから送った自衛能力が非常に高いんですが、レベル6以前のところはかなり厳しいといったところを狙ってますね。さあ、ただその狙いは BKT 側も分かっていると言わんばかりに懸念がカバーしましたね。カバーしましたね、はい。そして先ほどミッドレーンのところにガンクを仕掛けたといったところで、ジャングラーのリーシンと魔王界がレベルちょっと遅れていると、うん、それが影響してフォーマンダイブというのもできなくなりましたね。ミッドの自動優先したことによってこのリサンドラを潰しているといった狙いが完遂できませんでしたね。そしてその間にカリスタがソロでファームをずっとし続けています。レベル的にはレベル3、レベル3後期とカリスタ同じなんですが、ここから徐々に徐々にレベル差は開いていくでしょうね。ただ現状 CS としてはこう後期の方が今上回ってるじゃないですか。これは後期がレーンを押し上げている、つまりミニオンを素早くプッシュしているからですね。一方のカリスタはレーンを抑え、プッシュせずにフリーズ、ゆっくりとファームを続けているといったところでミニオンの処理速度というところが影響していると思います。もちろんいくらかカリスタがファームを落としている可能性もありますが、あ、ただ追いつきましたね。追いつきましたよね、はい、こういったところフリーズしているかプッシュしているかで、まあ、瞬間的に CS の差が生まれているだけで、実際はそこまで生まれ CS は出ていないと思います。現状としてこのゲーム展開であれば、BKT の方が狙い通りなんですか？いえ、BKT は狙いを外されたというと思いますね。一つカウンターを当てていると、レーニングのところでカウンターを当てているチャンピオンが2チャンピオンいましたね、はい、トップレーンとミッドレーン。そしてそのカウンターを生かして序盤のところのレーニングで有利を取ろうというのが彼らの狙いだったと思いますね。さあ、ミッドレーンのガンクフラッシュアウトを選択、Q がきっちり避けています。 EQ があるために一旦バックせざるを得ない、キルまで狙いに行きましたか？行きましたね。今ゼロが来ていたらイグナイト、EQ からのイグナイトのコンボで狙っていましたね。
後ろにしかもレクサイが来たりカバーしてますね。はい、そしてレクサイを持っているモールガのブラックシールドからのダージタイミングで逃げることには成功。でここでレクサイがトップサイドに圧力をかけたことによってリサンドラがファームできていますね。マオカイがずっとジャングルを後ろに回っていたミッドのところにガンクに狙いに行った。トップもちょっとガンクを狙う動きをしましたよね。ジャングリングをする時間も遅れ、トップに到達する時間も遅れといったところで CS がかなり開いてますね。ちょっと狙いをバラバラ、フォーカスが、集団 2V1 スワップを行った時の目的がバラバラになってしまって、その割を食っているのがこの魔王界と言えると思いますね。はいはいはい、ミッドを潰すのかリサンドラを潰すのか、いずれかにしていればここの差はまだ開いてなかったと思うんですが、じゃあうまく BKT 側が外したと言えると思いますね。特にミッドの最初の眼光を避けたこのジャーバンの動きは素晴らしかったと思いますね。さあということは KLG が少し後手になったようなゲーム展開、そして確かに AD キャリーのレベル差置き始めてますね。後期はまだレベル5、カリスタがレベル6、ソロでファームしているところとデュオでファームしているところの差が出ましたね。さあただここにリーシーのガンク、レベル5リーシー非常に強いですが、ここはカリスタ、カリスタ 1V2 でも関係がないのがこのカリスタというチャンピオン。最初の9ジャバーリーシーの9が当たらなかったことによってカリスタは余裕を持って対処しましたね。いい判断ですね。あそこでフラッシュを落とさない、ヒールも落とさない、正確な判断を行いましたね。さて先ほどファーストブラッドを取って、はい、KLG としては経験的な有利があったはずなんですが、マオカイとリサンダーのこの金額差ちょっと確認してみたいですね。34も CS が離れていますから、はいはい、これは2キル分の CS 差ですね。ちょっとやはり低くそうなってくる。確かにグローバルゴールドでも500ゴールドの金額差ファースト分があるにせよ大きな差が生まれてますよね。これはマオカイそしてリーシンですかね。ちょっといやミッドレーン積極的に仕掛けていきますね。さあウルトレベル3イグナイト、これはポーション、いやダウンしますよ。あギリ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 レベル差が今も現れていますね。珍しい。さあそしてその間に KLG としてはドラゴンをゲット、懸念が少し掴めそうですが、きっちりスキルちょっと避けますね。避けますね、見事ですね。懸念はW によって MS が上昇しますから、それを生かして丁寧に回答しましたね。このミッドレーンでいつの間にかなぜレベル1以上も差が生まれてしまったのか、まあ、瞬間的にレベル2になってますが、実際はレベル1の差ができていると思います。大きく離されましたね、KLG。申し訳ありません、マオカイとちょっとカリスタのレーニングのところに集中していたもので、はい、ミッドレーンのところのレーニング確認できていませんでした。ここでレベル6ですね、はい、やはり BKT のジャングラーとレベルが同じですからね、ミッドレーナーがゾーニングされていたということでしょうかね。そういうことかもしれないですね。さあウルト引っ張って打ち上げフラッシュアウト選択、スタンが決まるぞ、決まっている。あっ行くぞ、スタンですね。カリスタが反応してなかった。さらにはあミニオンシャワーをもらってますね。懸念がまたイグナイトであればといった形でしたね BKT。 いやーただゼロですから、仕掛けたところのディバイニングがこれ懸念が捕まったが、エグゾーストを張った、そこにカリスタが前に出てくる。ぎっちりスタンからのカリスタフラッシュイン。さあ1キル持っていくのは BKT、 そして2キルもありえそうだがクールダウンか。さ逆に倒されるのは懸念、さらにはミッドでジャングラーが倒されてますね。そうですね、ミッドでも倒されてリサンドラが入りましたよ。リサンドラがただ入って画面には映ってないですが、ジャーバンのキル、ここで後期にはキルが与えられ入らなかったというのは一つ BKT としてはボットレーン朗報だと思いますね。一応 AD キャリーとサポートの交換といったところで BKT の一つ得意していると思います。さらにはミッドレーンのところで0にキルが入りつつもしっかりと対応できたといったところでカウンターは取れましたね。そしてこのままカウンターが随分縮めていますね。いやもう3割4割ですか。あここですね、ここで
この前のレクサイがどうやって倒されたのか確認したかったですがね。そっちもちょっと見たいですね。さあその間にトップレーンでもレクサイのウッドからのガンクが挟まってますから、ディサンドラは間がないですね。ただやはり青海辛そうですね。そのスワップされている状況、リサンダーと対面する前の状況では CS 差は34でした。さあうまく返していきますね。あーっと逆にライフを有利を取りにいくのはこのミッドジャーバンと、そして今は今のこのジャーバンの動きは本当に素晴らしいですね。度重なる圧力を受けているにもかかわらず CS 差をどん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 広げていくと、レベル9対レベル7ですか。これは大きいですね。先ほどジェドが倒されてしまったことによって経験したというのが、さあここにレクサイが入る。打ち上げからのウルッド影分身で一度逃げますが逃がさないのはレクサイ。さらにモルガナのヘルプが来てはいますが穴がなかったですね。穴がないですね。きっちり返していきます。いやちょっと KLG は辛いですね。さあ KLG は辛い状態、 BKT としては狙い通り、狙い通りだと思いますね。スワップで対処されたもののしっかりとミッドレーンの有利を作り、そしてトップレーンでも有利を作ってますからね。さらにはボットレーンでこうかなり KLG 側のジャングラーがミッドに圧力をかけているので、ボットレーンのところは2対2の状況が作れている。そして個人技量の高さ差を生かしてボットレーンでも有利を作ろうとかなり有利できてますからね、ボットレーン。それを見ると BKT は本当に丁寧に狙い通りに試合を、狙い通り以上に試合を展開しているということですね。後期もこれはダウンしてましたね、ボットレーンで。モルガナがミッドに行ってましたからね。ああさあもう一度スネはステップで避けて1キル返していくのは BKT。 気づけば CS もダブルスコアになっていますか。トップレーンではミッドレーンでも30近い CS が25ですかね。30近いですね、やはり。ああ30近いですね。ボットレーンでも30近い CS40 ですか。40です。いやー強いですね BKT。一時無敗で首位に立っていたのはフロックではなかったというような動きですね、はい、そしてここでサイトストーンまでレクサイが積んでいるといったところでマップのコントロールも手放さないと。そしてミッドのファーストターンも折れてますからね。より相手のグラウンドに入っていく動きが可能になる。ジャバンが武器を積んでいますから、あのジャングラーのジャバンとはまた違ってダメージが随分と出ますからね。まあ、ブルタライザーからこれはティアマットですかね。ティアマットだと思いますね。さあここにリーシンを作るマオカネスネアからリサンドラは逃げ切るが、ここ9キッチラ合わせるフラッシュインから、いや届かないか届かないか、まだウルトもあるぞ、自身へのウルトもある。ダイブまで貯めて自身へのウルト。さあ1回2回3回タワーダメージかなりもらっています。さあここにカウンターが入ってくる。まずは懸念が寄って1キル成功。マオカイはデッド無理と判断ですが、リサンドラの9の射程に入ってしまった。ボットでカリスタが狙ってますよ。さあそして後期がレベル9対8。ただミニオンのダメージもありますがカリスタ逃がさない、スロー与えている。ちょっとミスりましたかねカリスタ。いやただ BKT 反応が非常に素早いですね。トップへの眼光を食らってリサンダの動きも非常に良かったですし、それへのジャーバン、懸念の反応もかなり良かったですね。相手の狙いをしっかりと予測してそれへの対応を準備しているということですね。さあ現在14分30秒、5500ゴールド差、レッドバックまで管理しようという動き BKT。 ただレッドバックもジャーバンも狙ってますか。さあジャーバンレクサイ寄ってきます。さあスマイトで取りましたが、4人でモルガナを囲んで切る。とミッドレーンのところセカンドタワーに押し付けてゼロが来れないような状況にした上で敵のジャンプに入ってきましたね。非常に、その前の準備のところが素晴らしかったですね。ゼドがもしジャングルのところに来ていたとしたら、まあ、ゼドは来させてその代わり入れ替わるような形でミッドレーンに入ってタワーを折るといったこともできますからね。
今ちょっと面白かったですね。あのカリスタが9投げてステップでドラゴンに入ろうとしたんですけど、まあ、それを見せたんですよ。でその後に懸念があの味方のレクサイの穴をずっと塞ごうと立ってたんですよ。ちょっとその2つを見て今クスッと笑ってしまったんですけれども、ちょっと疲れは1つじゃないんですよ。疲れはあるかもしれないですね、彼らもね。まあ、プロシすごいあのトッププロの対決でも味方の作用の Q を避けようとフラッシュありましたね。ありましたから、まあ、あるんでしょうけど、まあ、疲れもあるということでしょうかね。やはり選手たちもタイトなスケジュールですからね。それが3日連続3日目1つ疲労はピークに達しているかもしれないですね。ただ BKT はかなりこう精神面のところでは充実しているかもしれないですね。一方の KLG はそういったところで厳しいという感じもしますね。さあこれでドラゴンストックは 1-1 ですが、もうかなり押してますね BKT。 押してますね。 KLG としてはやりたかったマップ全体の圧力をかけるための 1-1 のスプリットプッシュができませんよね。デドが本当に苦しいんでしょうね。ラストウィスパーまでラッシュしました。かなりお金負けている状況ではこういったアイテムを買うのは非常に理解できますが、ただいやーさあただこれはダークディバイニングいい形に入ってますよ。さあ返していった。ゼダがまず1キル。モルガナナイスフォローアップ、見事ですね。というよりも敵の奥の視界が取れていない、まあ、セカンドタワー奥を視界を取るのはなかなか難しいですね、ミッドレーンでは。ですから他のレーンに相手のサポートやジャングラーが現れているのであれば、ああやって仕掛けるのはよくわかります。見えていないのに仕掛けてしまった、あそれをしっかりととがめた KLG 非常に素晴らしかったですね。さあただオブジェクトがやはり2本目がなかなか割り切れないという状況になってますが、ちょっとマップ全体を押し込もうとしてしまってそのタワーのフォーカスといったところが定められてないのが2本目を取れない、理由になっていると思いますね。押し込んだ後その押し込み続けるだけでは KLG をファームできますからね。タワーを折ることはできないと思います。ですからフォーカスを一つ合わせるのがいいと思うんですが、どこのタワーを狙うのかがまだ PKT の動きからははっきりしませんね。さあどこを取るのか。おっとミッドボット付近に寄ってますか。はい、トップは無視しつつミッドとボットのセカンドタワーですかね。なるほど。さあボットね、ミッドに今度圧力をかけにいきます。ここでそのレクサイの位置が、ああただどうしようもないですかね。ああただキックからいい形にはなってますが、懸念のウルト、これは完璧にゾーニングしてますか。そしてリサンドラのウルトも綺麗に入っています。さあモルガナウルト、これはいい形で3人入りましたよ。さあここに後期の AOE のダメージ、ただカリスタがうまいことダメージを出していきます。後ろにバックしてきっちりスキルをもらっていない、残ったのは後期のみ。さあ 2v1 カリスタと後期の打ち合いになってますが、後期の方が勝つ 4-4 リサンドラ。さあこれはウルトの射程次第、いや無理はしませんね。しませんね。今のモルガナのウルトが綺麗に3人に入って後期の Q も入り、デドが帰ってきたところで QE を打って見事にカウンター決めましたね。危ないですね。フラッシュを切ってキルを狙いに行こうというシーンです。ちょっと後期をフリーズしすぎましたね。BKT はここまでずっとフリーズダメージカリスタが狙ってはいるんですが、下がらざるを得ない。懸念のウルトは綺麗に入っていますが、ここからのモルガナのウルトですよね。ここからですね、これですね。しっかりとフォーカスをデドに行ってしまったことでモルガナがフリーになってしまった、まあ、このフリーフォーカスをデドに与えた判断はいいと思うんですが、ただここで動きがフリーであったことが影響しましたね。ちょっと BKT としては集団戦のフォーカスの判断が非常に良くなかったですね。あとゼドがちょっと懸念にウルト打ってましたね。打ってましたね。そこでどうだったんでしょう。おっと、これがジャーバンのハイドラの強さですからね。凄まじいバーストでしたね。確か
あれですね、打ち上げの最中にハイドラが発動して、はい、逃げられなくまんまウルトまで繋げられる、はい、なおかつ EQ のところでアーガーが低下してます。ハイドラのためにダメージですかね。そのままバラッときました。これはトライとがめるのはなかなか経験難しいので先ほど対処はしましたがスナイトがないですし、さあそしてバロンをゲットしたのは BKT、 そのまま反転。マオカイは仕方がないですね、これはデッドという形になりましたね。さあこれで1万ゴールド差、ゼドが少し狙っているような動きをしてますがそこにはいません。しっかりと BKT 帰ってますね。さあこれでゾーニャまで完成、懸念もゾーニャ完成しましたよ。リサンドラもゾーニャが完成、カリスタもハリケーン必要なアイテムはもう揃ったという感じですかね。はい、揃ってると思いますね。次の集団戦のところフォーカスをよほど間違えない限りはバロンバフもありますからね。 BKT がほぼ確実に勝つと言えると思いますね。 KLC はこの時間帯は相手に当たることよりもミニオンを処理すること、もしくはセカンドタワーを捨てる判断をして何としてでもインヒビタータワーを守るという判断をすることが重要になってくると思いますね。まあもうセカンドタワーはこれは仕方がないと、はい、仕方がないと思いますね。あーカリスタ殺手完成ですか。どう捕まえますか。どうしようもないですね。まずそうですね、ゾニャを持っているリサンダーとケネにゼドはウルト打っても意味がないですね。そしてカリスタも殺手がありますからウルトが解除されてしまいますね。それなればジャーマンに打つしかないんですが、となるとリサンダーと懸念の AOE、 カリスタの AOE がフルでチーム食らってしまいました。どうしようもない感じです。さあだいぶキックでうまくリーシン懸念を飛ばしましたが、ここでウルトを張っていてゾーニャさん、モルガナもうまく返してからの攻撃で打ち切る。カリスタの1キルになっている。ここからゼロが前に出たところですが、カリスタが2キル目。さあさらにウルトで助けている。懸念はノーデッドしている。さあ後ろに下がっているぞ。さあまず一度ジャーマンイーキル出ますが、後期がいいダメージを出している。ここでマオカイが登場するが、いやカリスタがフリー、カリスタがフリー、もしかしてのペンタがある。いやフラッシュアウトを選択。カリスタ行くか、ペンタを狙いにいっている。今現在クアドラキルを達成しているが無理、届かない。悔しいでしょう。悔しいでしょうね。ちょっとどうなんでしょう、自分がクワトラキルをしているといったことちょっと気がついていなかったかもしれないですね。そちらのところ下がりかけてましたからね。さあもう一度仕掛けている。強いぞ強いぞ、ステップからステップからモルガナに届いた届いた。そしてリーシンまでやってしまう。育ったカリスタは強力ですね。捕まえられないですね。単体指定のクラウドコントロールスキル、高速スキルを当てない限りはカリスタは止まらなさそうですね。ちょっとモルガナ、カリスタの追撃能力ダメージといったところを過小評価してたかもしれないですが、ただどうほよっほっ本当そんな掛け声が合うような動きですね。さあゼドがちょっと捕まってますね。ずっと打ってますけれどもね、しょうもないですね。装備がまだコアアイテムとしてラストイスパーしかできていない。一方魔界相手ですけどね。さあウフットで囲んでカリスタ、カリスタキックでリーシンうまくジャーバンを狙いに行きますが倒しきれない。ここに懸念が登場。ウルトで前に出ることができない。もう一度モルガンの仕掛けに行くの。ジャーバン火力が凄まじい。さああっという間にキル、2キル3キル4キルですか、ゲットしていくのは BKT。このままトップレーン。そうですね、そのボットはスーパーミニオンが湧いてますから放置して、そしてまずセカンドタワーを狙ってちょっと安全に DQT を試合進めてますね。試合時間が24分ですから、デスタイマーも短いといったところで無理にネクサスを狙うのではなくてオブジェクトをしっかりと取っていこうという判断をしていますね。さあ早くミニオンが来てほしいといったような、そんな感じですね。
さんの手前に当たっている後期がただ非常にいい火力を今出していますから集団席は出していますが、たださあフラシンスネア届いた。さあただここウルトがある。リシン裏には入っている。いや、キックができない。カリスタステップできっちり後ろに下がっている。そしてマオカイもダウン。さあデスマークを打ってますがエグゾーストがかかっている。追撃ができないためにダメージがあまり乗っていない。さあタワーを殴りながらでもステップができるのがこのカリスタ。さあ懸念を一度ウルトで飛ばしますが、ここはきっちり下がっているのは KLG。 さあ 3V3 のタワー下のようにらみ合いだが、ジャーバンの EQ が綺麗に2人に入って打ち上げからの1キル成功。さあフラッシュインからのカリスタで後期もダウン。残っているのはゼドのみ。しっかりとスノーボールしたことを生かす、試合の終わらせ方、判断の速さですね、BKT。 いや素晴らしい。これはもう KLG としてはちょっと勝ちの目がほぼ完全になくなったというかもしれないですね言い方が悲しい感じになってます。いやただ BKT 非常に強いですね。そうですね、ジャーバンのあのガンクをかなり回避したことが非常に大きかったと思います。しかもサマナースペルを一つも落としていないんですよね。特にレベル1のところでの、まあ、レベル2になった瞬間でのガンクのところでも本当にうまくいなして回避しました。そのままレーンのドミネートを続けてデッドを腐らせ、ピックアップ重要なところでリーシンをピックアップしてバランをつなげるような動きもしましたしね。素晴らしい動きを続けてますね。 BKT もこの一戦落とせないですから、それでも丁寧に進めますね。進めますね、無理はしませんね。自分たちをこう引き締めているという感はあるかもしれないですね。調子を乗ってしまったらこの後、まあ、この試合はいいかもしれないけどこの後強豪チームに足元を救われてしまうかもしれないといったところで、ここでしっかりと引き締めているというところはあるかもしれませんね。なるほど。さっきね、サポートでエピがいくつありましたかね。相当高かったですねメジャーを積んでますからね。さあここにテレポートが入ってくるリサンドラ。ただこれはヘルスが自分がかなり懸念が来ましたよ。ウルト、さあここに懸念、ウルトで綺麗に入っているモルガノスタンス。そしてフラッシュアウトを選択。ここにジャーバン、フラッシュインがやりすぎたか、ダクティバイティング捕まっている。さあ後ろではマオカイが壁をしてますが、レクサイの方がすでに強い。さあコウキが1キル拾っているが、カリス投げてからの打ち上げ。そしてレクサイとマオカイのワンワンはレクサイが勝ったようですね。さあ2、3交換、一気にネクサスタワレット1つ降りましたが、リーシンが3回殴られて E を打たれるだけで一瞬でヘルスが削れる。さあデスマークでチリ、いやーゼノが行きますが、ここもゾーニャがある。懸念を倒したかったが、イグナイトからリーシン渾身の1キルにはなった。1キルになった。ただ逃がさないのは BKT。 BKT リーシン必死で逃げますが、届くのはこの2人の追撃能力。さあ、あとはネクサスを割って BKT の勝利となりました。いや強かったですね。強かったですね。まあバンピックのところでやはりKLG が最初にゼドを出してしまったこと、 BKT がそのゼドピックに対してしっかりとカウンターを取ったこと、スワップをして KLG は相手の狙いを外そうとはしたんですが、ちょっと うまくいきませんでしたね。 BKT の対応が見事だったと思いますね。さあそして次は、第2試合来ますからね、はい、フォーカスミ一応休憩、それでは、挟んでですね、第2試合の模様が、始まりましたらまたお送りしていきたいと思います。それでは一旦失礼いたします。